こんにちは、緑川です。今日は、キャンドゥさんのニューシルクインマーブル、こちらを使ってペタンコバッグを編んでいこうかなと思います。ペタンコバッグね、久しぶりなんですよね。でこちらの糸は少し前のね、キャンドゥさんの購入品紹介で紹介しています。そちらの動画のリンクもこちらの概要欄の、関連動画というところに貼っておきますので、よかったらご覧ください。一応簡単に紹介すると、色が1番で、かぎ針は3号から5号で 20g 67メーターです。で、2本取りで作っていこうかなと思います。じゃあ早速ね、ちょっと糸の準備をしていきます。はい、中の芯をね、出して、中からね、糸を取り出すことができました。で、一応ね、色をね、合わせられるのかな、どうかな。一応ねずれてくるかなとは思うんですけれども、合わせられたら合わせてから始めてみようかなと思うんですが、今日は社長さんが噛んでしまった、7号ですね。お見苦しいですけど、はい、では7号でやっていこうと思います。最初に鎖編みで底辺の希望の長さなんですけど、20センチぐらいかなと思っていて、鎖編みをしていきます。今は32なんで、シワ32とプラス3で、ちょうどいいですね。はい、35目でいこうと思います。8目の模様プラス3目と思っていたので、8の倍数足す3目なので、8、32足す3目で35で、はい、ちょうどよくなりました。はい、皆さんも、お好みのサイズに作る場合は、8の倍数プラス3目の底辺だとちょうどいい模様ができますので、はい、そうしてみてください。はい、で今日も長編みの模様なので、長編み風の立ち上がりをやっていこうと思います。はい、ここをね押さえておきます。そしてここも押さえておきます。かぎ針をくるりと回して上糸を引っ掛けて元に戻ってきます。引っ掛けた糸が左で、元からあった方が右側にいます。そうしましたら、ここで初めて1目目の鎖の上半目と裏山を取って引き出します。十分伸ばしますね。そして、かぎ針にこのように3本になったら、長編みの要領で上糸を引っ掛けて最初の2目、それから上糸を引っ掛けて全部とやります。これが私流の長編み風の立ち上がりです。そしてここに必ずマーカーをつけておきます。これは必ずですね。はい、これで1目ができた感じです。はい、そして次は隣の頭、上半目と裏山を取って長編みをします。もう1回長編みをします。はい、これで作り目を入れて3つの長編みになりました。はい、で次は長編みなんですが、上糸を引っ掛けて1、2開けて3番目のところに長編みをまず2つやります。鎖編みを1つ編んで、同じところに長編みをまた2回やりますね。こんな感じです。はい、そうしましたら、また2目開けたところ、ここですね、ここに長編みをします。そしてあと2目隣隣と長編みを3目連続でやります。
で、これで立ち上がりから1と数えて1、2、3、ここに4、5、これで6、7、8、ここの鎖編みまでで8目で1模様になります。なので今やった長編みが新しく1、2、3目となりますね。で、次の模様をもう一回やってみます。上糸を引っ掛けて1、2開けて3番目の上半目と裏山に長編みを2つ、鎖編みを1つ、同じところに長編みを2つ、そしてこのまま1、2開けて3番目に長編みをして、はい、続けてあと2つ長編みを順番に鎖編みにそれぞれ編んでいきます。こんな感じですね。はい、長編みが3本まっすぐと2目ずつ松になっているというのの交互になっていきます。ここの端っこまで、同じことを繰り返していきます。はい、今ですね、鎖編み35目に対して模様編みをしてきました。おさらいします。長編み風の立ち上がりから数えて 1,2,3 長編み、下を2目休めて上は長編み2、鎖1、長編み2、そして次は鎖2目休めて長編みを 1,2,3 と順に編みますね。以下繰り返しになります。そして35目で、今ですね、ちょうど20センチぐらいでね、収まるようなんですね。はい、それでは裏側を編んでいこうと思います。長編みを1、2、3編んで2目休める、もう同じですね。前にやったことと同じことをやっていきますので、ここと同じことを同じところでやります。長編みを2やって、鎖1やって、長編み2、はい、そしてここ鎖2目休めてそれぞれに長編みをやっていきます。2個もそのまま飛ばして、また長編み2、鎖1、長編みが2、そしてここの長編み3本に対して同じくそれぞれに長編みを編んでいきます、ね、はい、じゃあここですね、長編みを2、鎖を1、長編みを2、2目飛ばして長編みを3つ連続で1目ずつ残している半目に編んでいきますね。もう前と同じことを鏡合わせに編んでいっています。ここも長編みが2、鎖が1、長編みが2ですね。はい、そしてここね、長編みが3、それぞれの残している半目に
やっていきますね。はい、ここで分かりにくいですけど、これですね。はい、この半目ですね。はい、はい、これで一番下が編み終わりましたね。そうしましたら、このマーカーをつけていたところに引き抜いて1段目を終わります。はい、マーカーを外します。シルクインマーブルね、すごく柔らかいんですね、シルクが入ってて。だから私かぎ針今日7号ですけれども、ふんわり編んでます。なんか固めがお好きな方は 6.5 号とか6号でもいいのかなと思いますが、私はふわっとしてる編み地が好きなので、今日は7号で編んでいますね。で、今ね、左右対称に編んで、こういう底がね、こうできたところになります。待ちなしのペタンコバッグですね。はい、では次の段に行こうと思います。次の段ですね。また、前の段と同じことを今回やっていくので、すごくね、今日は簡単な編み方かなと思います。ではまた長編み風の立ち上がりをやっていきます。人差し指でここを押さえて、くるりと回して上糸を引っ掛けて元に戻ってきます。この時にもしっかり長編みの長さを確保しておきますね。このまま鎖の頭にかぎ針を刺して、上糸を出してぐいっと伸ばしますね。長編みの長さ分ちゃんと伸ばします。ここで3本になりましたので、あとは長編みの要領で上糸を引っ掛けて、左から2本引っ掛けて全部抜くっていうことをやります。これが長編み風の立ち上がりです。これは私がね、勝手にいろいろ改良してやっていることなので、これが好きじゃない方はもちろん鎖3目で立ち上がってください。で、あと前と同じことをやりますので、また鎖、長編みですね、長編みをあと1、2やって、はい、そして前と同じことをやっていきます。今度ここは長編みの間、ここのところですね、大きく開いていますので、側にとって長編みを2にしていきます。今度はね、はい、そして鎖1やって、同じところに側にとって長編みを2、次は前と同じことをやるので、長編み3あるから、それぞれの頭に対して長編みを編んでいきます。そして今度は次のここの V になっている、この大きな隙間に対して長編みを2、鎖を1、長編みを2、そして次は、はい、次は長編み3目に対してそれぞれ長編み、はい、今ですね、10段目がもうすぐ終わるっていうところで糸がね、終わりました。はい、こんな感じですね。20センチぐらい、はい、で、そうなんですよ、10段目の途中です。で、まあ今日はですね、これね、すごく柔らかいから、あんまり大きくしないでおきたくって、正方形ぐらいで終わりたいなと思っているんですね。で、今21センチちょっとぐらいですね、22あるかないかっていうぐらいになってるんですね、横が。なので、あとどれぐらいかっていうと、そうですね、あとこれぐらい、7センチぐらい、そうですね、あとプラス5段ぐらいなのかなというところです。で、ここでね、糸を足していこうと思います。なので2本取りですから、3個目と4個目に入るということになります。では糸をね、足していこうと思います。
後で針で始末するので、ちょっと長めで、そうですね、15センチぐらいかな。はい。で、まず、そうですね、まずですね、長編みの途中までやって、こうですね。はい。そして、ワイトを引っ掛けて、こう出してきますね。そして、長編みを編みます。そして、この糸全部を包み込んで、長編みをやります。これでね、綺麗に糸を変えることができました。あとは、後ほど針と糸で始末をしようと思います。はい、側面を15段編んでいきました。はい、それで、大体ね、希望していた正方形に近くなったかなと思うので、はい、ちょっとね、サイズ測ってみようと思います。改めて、横幅がね、21センチ。縦も21センチですね。あ、よかったです。ちゃんと正方形になっていました。では、ここから、取っ手の前段階ですね。取っ手に入る前に、そうですね。結構ね、こうシルクでぐったりしている感じなので、そうですね。まず、細編みをこのまま2段ね、2段編んでみようと思います。ちょっとね、やってみます。まず、立ち上がりを1やって、ここ長編み3だから、ここにまず細編みを1やって、そして、1目目にマーカーをね、つけておきます。はい。で、ここも細編み、細編み、はい。そしてここ、長編みが続いているところなんですけど、そうですね。1個ずつちょっと編んでみますね。頭に対して全部1個ずつ。で、ここは側で。はい。で、長編みの頭。長編みの頭。今、1、2、3、4、5、6、7、8目編んで、この V のところの最後のところまで編んだ感じですね。もう一回やってみます。長編み3のところにそれぞれに細編みを編みます。そしてここは1、2、3、4、5と編みますね。1、2編んで、3は真ん中のところを側ですね。から長編みに4、5。もう一回行ってみます。長編み3だったところに対してそれぞれ細編みを編んで、次が下は長編みに鎖1、長編み2なので、それぞれに1目ずつ細編みを編んでいきます。そしてここの隙間のところはね、側にとって、そしてこう、はい、っていう感じで綺麗にね、はい、できているかなと思います。で、この要領で、表向きのまま2段細編みを編んでいきます。はい、細編みを2段ね、こうやって編んでいきました。表向きで編んできて。の袋の形が整ってきました。そして、取っ手の、ね、位置を決めようと思います。今回、模様編みなのでね、真ん中がすぐ簡単に分かるんですね。はい、模様の真ん中が今ここになります。で、今回は小さい、こうやってね、こうやって持つだけの小ぶりなバッグですね。これは小さいので、ショルダーにすると逆におかしいかなと思うので、片手ハンドルでいこうと思うんですけど、そうですね、ちょっと仮につけてみます。こんな感じ。
そうですね。ちょうどあの長編み3の真ん中が真ん中で、ここも長編み3の3目ですねの真ん中真ん中にして、はい、で1、2、3、ちょっと広いかな、もう一個内側にしてみようと思います。こうしようと思います。長編みの一番内側、こっちも長編みのこのね、ここの長編みの内側のところですね。で間隔が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 あれちょっと一個ずれてますね、ちょっと待ってください、なんかおかしかったです。 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6、 あ、ここですね、つける場所を間違ってました。はい、15目ですね。ここからここが15目にしました、はい、模様編みの時ってこう取っ手のマーカー簡単ですね、嬉しいです。はい、それでは編んでいこうと思います。でここもまず取っ手が始まる紫のマーカーの直前まではあの細編みをねしていこうと思います。こうですね、はい、そして普通に細編みをしていきます。あの細編みで表だけでもね、すごく編み地が可愛いですね。なんかこういう感じで編みたくなりました、また別のもの。はい、で今、紫のマーカーの直前まで細編みをしましたので、ここからチェーンを編んでいきます。はい、鎖編みを30目編んで19センチになっていました。はい、ちょっとこれでね、こちら側に留めてみようと思います。ちょっと2つぐらい編んでおいて、細編みを編みました。で、こんな感じですね。で、今あの手が通ればいいので、あ、いいですね。はい、大丈夫です。かわいいですね。はい、ではこんな感じで、あの反対側も同じようにやって一周していきます。はい、取っ手のチェーンね、編みました。で、30目で19センチ。こうやってね、ぶら下げて、あの違和感がないかなってね、確認した方がいいですね。やっぱりどうしても人間ですからね、かあの鎖編みにも誤差が出たりするので、あまりにも違ったらね、ちょっとあの後半の方を編み直して、こう最初に編んだ方にね合わせるといいのかなと思います。で私はこれで良かったので次に行こうと思います。で次もまたね細編みをやっていきます。で普通にやっていって、今日、取っ手の今編んだチェーンのところもですね、細編みをしていこうと思います。とりあえずまずね1段編んでから、考えようと思うんですけども、はい、で、あと2つ細編みが見えるところまでやってきましたが、一番左のここの細編みは無視をします。そして2目一度ってやるので、細編みの頭に刺して上糸を取って、一番左の細編みは無視をして、はい、そしてこのねチェーンの1目目の上半目に刺して1本取ってきて、このように3本になったら引き抜いていきます。で次また鎖編みの上半目に刺して細編みって感じで、このチェーンのところはこのように上半目取って細編み、上半目取って
細編み、そしてきつくならないようにね、気をつけながら編んでいきます。そしてさっき2目一度やったので、このように取っ手がこう、こちら側がまっすぐになって、ここが L 字に、ね、なってくれます。で、反対側でも同じことをやります。はい、チェーンのね、最後の1目のところに来ました。で、ここで最後の鎖編みの1目、半目のところに刺して1本取ります。そして一番この右にいる細編みを無視して、2番目のところに、ね、頭に刺して上糸を出して、このように3本になったら全部抜きます。そして隣とまた細編みを編んでいきますね。はい、でこのようにやると、最初にやったのと同じようにこんな風にこちら側が割とまっすぐになって、ここが L 字っていう感じにね、なっています。はい、でこのようにやって一周やっていきます。はい、今ですね、取っ手のチェーンのところ、細編みを一段ね、編み終わったところです。もうね、なんかすごい可愛くなって、今日もね、ニヤニヤがね、ほんと止まらない感じです。あとやっぱりこのシルクが入ってるから、すごくね、肌触りが良くて、あの、何とも言えないこの柔らかさですね。あの、糸自体が柔らかいので、私少し編みにくいなと思いながら、もう頑張って編んできたんですけど、出来上がった編み地はね、すごくね、あの、柔らかくてね、ほんとなんか素敵ですね。あの、苦手意識さえなければね、もっと大きなものもね、編んでみたいなというぐらいです。可愛いですね。そして、これでまあほぼ終わったんですけども、やっぱここがね、ちょっとこうくるっとしてしまうので、一段ね、引き抜き編みをやってから終わりにしようかなと思います。で、あの、柔らかさを生かしたいので、あの、ほどほどな感じでやろうと思いますので、今日は上、ですね、向こう半目ですね、向こう半目に引き抜き編みをして終わっていこうと思います。向こう半目ですね。で、今、上糸が出ている、左隣の細編みの上半目に刺して引き抜きます。で、今できた1目のところに必ずね、マーカーをつけておきます。最後にここに糸始末をするときにこれをつけておかないとね、どこで引き抜きが始まったかね、ちょっと見分けるのが結構大変なので、必ずね、つけておいた方がいいかなと思います。あとはずっと上半目に引き抜き編みをしていきます。そして私はこのようにかぎ針をくるっと回して引き抜き編みをしていくと、結構時短でね、早くこうやって編めるかなと思います。よかったら真似してみてください。で、あとこう、そうですね、ちょうど、このね、取っ手のくびれのところに来てるんですけれども、ここも普通に1目ずつ引き抜いていきますね。糸が柔らかいので、あの、もたつきはしないかなと思います。ので、ずっと取っ手に入っても外側半目を引き抜いていこうと思います。はい、そうですね、はい、大丈夫だと思います。ではこれで一周やっていきます。はい、今上半目の引き抜き編みが終わってきて、こんな風にね、取っ手の見かけ、綺麗にね、整ったかなと思います。なんか色の可愛さもここに出たかなっていう感じですね。終わりのところは、ここですね。ここが始まりのところで、ここがまだ何もなくて、ここが今終わったところになっています。で、ここの何もしてないところに、このループをかぶせるように、糸始末をしていこうと思います。20センチぐらいで切って、ここをね、抜きます。はい。で、今ですね、柔らかいから、ここがね、ちょっと縮まりましたね、必要以上に。少し他のと同じ大きさに伸ばしておきます。針をつけて、はい、そして
このマーカーをつけていたところにマーカーの横から糸を滑らせて、はいはい、入れました。そしてこれを縮めて、で、まあ、糸は下向きで終わるようにいつも心がけています。はい、これで完成しましたね。かわいいですね。あのシルクが入った糸の良さが出るようにこうくったりバッグっていう感じで、はい、持つとこんな風に、ね、なります。かわいくできましたね。あのここね、ここの取って結構可愛くなったかなと思いますね。糸のこう可愛さが見えていいかなと思います。本当にあのこれだと、カード2つ折り財布スマホという感じで、あの本当にちょっとそこまでって感じですね。はい、こんな感じで腕にもね入るのでね、はい、お買い物行くときにもうスマホ決済でスマホだけとかいうときにもこれでいいのかなと思います。割とね、これね、何グラムだったかというと、20グラムですね。で、今日4玉使ったんですけど、最後の2個は、結構ね、これぐらい余ったんですよね。はい。あとね、ちょっと何か、タッセルとかも作ったりできそうな感じで残っています。で、今回ね、7玉、あったんですけど、結局丸々3個残ったので、また何かね、作品使っていこうと思います。ではちょっと出来上がりの高さをね、横は21センチでしたね。ここはね、21センチです。この横幅は21センチなので、高さが変わったので、ここの、一番高いとこと、ここの低いところ、両方測ってみようと思います。まあ、多少伸びますのでね、誤差はあると思います、一番深いところが24センチで、この細編みにの取っ手の真ん中からだと22センチですね。はい、なので細編みに段がおよそ1センチという感じで、正方形21センチの正方形に上の取っ手が足されたという感じでできています。こんなにね、可愛いミニバッグができました。皆さんもぜひお手持ちのレース糸、今日は私2本取りにしましたので、まあ、3本取りでもいいのかなと思うんですけれども、2本取りにすると割とこうしっかりした感じになりますし、こういうね透け感のある編み地はやっぱり夏の間にね楽しみたいなと思うので、今回こういう風にやってみました。何か参考になれば嬉しいです。今日もご視聴くださり本当にありがとうございます。毎日ね猛暑が続いておりますので、皆さんも体調管理十分お気をつけてお過ごしいただければと思います。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川でした。